東京都練馬区北町付近にて、東京都市計画道路幹線街路放射台35号線は、東京都練馬区豊玉中2丁目から、東京都板橋区新河岸3丁目に至る、東京都の都市計画道路である。東京都練馬区豊玉中の東京都道318号、環状7号線から分岐して北上し、東京都道311号環状8号線。 川越街道と交差、板橋区新河岸の埼玉県境まで伸びる路線である。川越街道の交差地点以北からは、1995年から、新大宮バイパスの一部として共用されている。練馬区北町から、東京都道311号環状8号線の、平和大駅前交差点を経て、練馬区、早宮の間は、現在事業中区間となっている。 詳しくは、下記未開通区間についてを参照。早宮から豊玉中までは、優先整備路線に指定されている。なお、練馬区早宮から、南方面は、同じく優先整備路線となっている、東京都市計画道路幹線街路放射台36号線と、接続し、板橋区、小萌根までの区間を一体として整備する計画である。 東京都練馬区北町5丁目から早宮2丁目が整備中。この区間が完成すると新大宮バイパスの起点、練馬区北町と東京都道311号環状8号線の平和大駅前交差点を経て、練馬区早宮を結ぶ実質的な新大宮バイパスの延長路となり、練馬区早宮からは、 東京都道318号環状7号線の板橋区小舟を結ぶ東京都市計画道路、幹線街路放射台36号線と接続。その先では、現在の金目町通りと接続し、新大宮バイパスが池袋周辺まで直接的に結ばれるための役割の一端を担う道路でもある。平和台駅交差点付近東京都道311号、 環状8号線の下をくぐるアンダーパスの形状を予定しており、地上部の東京都道311号環状8号線と、地下部の地下鉄有楽町線の間を走る、半地下となる。平和台駅部分では、駅改札外部分と新設される、平和台駅地下自転車駐車場に挟まれる形になる。新大宮バイパス入り口交差点付近交差点から、 北側及び南側140メートルの区間は国土交通省が施行する計画である。計画では平和台駅付近と同様にアンダーパスとなる予定であるが東京都が整備する区間の進捗状況に合わせて段階的に整備を行う。放射35号線の北町平和台整備時には国道254号と平面交差での暫定に車線整備。 放射36号の整備時に4車線化並びに北町インターチェンジとして立体化する予定である。なお、現地案内看板によると、暫定整備事業の工事期間は平成29年11月7日から平成31年1月16日までとなっている。新大宮バイパスで都心に向かう車のほとんどが練馬区北町で、 国道254号に流入し都心や東京都道311号環状8号線に向かうため、川越街道は深刻な渋滞となっている。この道路が開通することにより、新大宮バイパスから直接、東京都道311号環状8号線へアクセスが可能になり、渋滞緩和に期待が寄せられている。かつて存在したモデル車道歩道、 自転車道2011年5月撮影2004年12月28日事業着手の北町、早見屋区間1330メートルは、用地取得の大半を終え、先行して、モデル車道、歩道、自転車専用道路の一部が完成。平和大駅前付近の取得した用地は、道路建設までの間、財団法人東京都道路整備保全公社が、 管理する一時的な有料駐車場や駐輪場、東京都第四建設事務所の詰め所や、資材置き場として活用されていたが、工事の本格着手に伴い2012年末で、駐輪場、駐車場の大半が閉鎖された。2012年11月平和大駅前地下、駐輪場の工事が開始され、2012年度末より、環状八号線工作部のアンダーパス工事にも、 着工している。本来、2010年度供用開始予定であったが、用地取得他の問題などで、遅れが出た影響で2011年には2015年度整備完了とされた。さらに、川越街道との交差部の立体化を待たず、2020年3月30日に、練馬区北町6丁目北町5丁目間が平面部、2車線で、交通開放された。なお、 工事により閉鎖されていた3区間の歩道については、2019年8月20日13時に開放が行われる。これにより、環八通りから川越街道までの全線で歩道の利用が可能になる。早宮から東方向への延伸について、早宮から放射36号線の接続区間を呼び、早宮から東京都道318環状7号線までの、 接続区間も放射台36号線として事業中となっており、工事期間は2013年度から2017年度、供用開始は2018年度であったが2019年5月以降に延期されている。放射台36号線放射台35号線、新大宮バイパス。ありがとうございます。